やあ、前回からため撮りでやっていくよ。刹那圭介だよ。前回のパートは自殺とかいじめとかそういう系の話になっとったね。結構俺すごいふざけおったのにもちょっと謝罪したいと思います。すみませんでした。まあ実況なんであれぐらいのテンションでいかなあかんかったりするんやけど、それでもってこれくらいせんでもいいやろ。じゃあ恒例のトイレでも、あら、教室の方にいなかったからトイレも調べよう。男子トイレに用はない。教室の方にもいなかったらトイレも調べようって、もう今から調べてもいいやん。ロッカーは何もなし。ロッカーは走らないように、走りたい人は中庭で走れよ。なんなんそれ、中庭だったら走ってもいいよみたいな。まあそんなもんか。なこれ、ないないない、なんもないんか。なんも書いてない。この時代は使われてない部屋のようだ。なるほど。あ、小さい文字で何か書いてある。秘密のパスワード、未練未練。なあ、残っちゃうねん。資源の帳にもこんなんあった。なんと、なんか、なんか、公式サイトでなんかのパターンな。来た、これ来たで。これもしかして、お姉さん先生ではないんでしょうか。中学生の頃のお姉さん先生では。はぁ、靴持っていかれちゃった。取り返しに行こう。私も手伝うよ。嬉しいけど、私と一緒にいると、あなたまでいじめられるようになっちゃうよ。だからダメ。そのままでいいの？いじめられてるだけで何も解決しないよ。先生に言ったら余計にいじめられるようになった。お母さんに相談すればお母さん悲しむ。そんなの見たくない。もうすぐ卒業だし、我慢すれば大丈夫。私一人で我慢すれば解決できるの。何でも一人で抱え込むのは良くないわ。そうだぞ、ユーリと俺刹那圭介がいればどんな謎もたちまち解決だ。わかったか。そうだね。じゃあ手伝ってもらえるかな。そうだ、名前教えてほしい。あなたの名前まだ知らない。あなたたちでしょ。俺の名前も言っときますよ。どうも刹那圭介です。もうすぐ19歳になります。よろしくね。村山ゆりよ。ゆりちゃん、私の名前はね、花金しおんだよ。よーし、いじめっ子から靴を取り返そう。おー、優しい人に会ったのすごい久しぶり。嬉しかった。いじめてくる人たち怖いんだよ。逆らうとひどいことされるの。ゆりちゃんも気をつけてね。おー、来た、シオンがメンバーに加わります。お姉さん先生、今はシオンちゃんと呼んだ方がいいかな。さて問題はですよ、鍵がないんだ。鍵がないから教室には入れないというわけで、多分もしかしたらやけど、赤髪の音量が追いかけてくる分まだ第2部は簡単なんかなって。ただ黒い影が出てこんとは限らんけどね。屋上、ちょっと待って、屋上さっき行ったばっかやん。牧場行かせてくれよ。屋上行かせてくれよじゃないよ。屋上行かんでいいやろ。まだ屋上になんかあるんか。あ、靴探しに行って言おったけん。靴でも取りに、あたか靴。ああ。お前、花金さんの靴返してあげて。ああ、そういう展開か。ん？誰だよてめえ。見かけないやつだな。1年か2年か返してあげたって誰に言ってるんだ。ああ、殺すぞ。殺すぞとか、殺すとか簡単に言わないで。なんだ、説教か。お前みたいなやつ見てるとな、ムカつくんだよ。でも、度胸は大したもんだ。靴返してやるからこっち来いよ。ほら、靴だよ。ああ、これで、これさっきと同じ展開やな。なんてことするの？返してやっただろ。お前が取ってやれよ。裏子の友達なんだろ。危ないから、私行くよ。大丈夫よ、考えがあるから。うん、ありがとう。
引き受けたのはいいけど、この後、この後、あのいじめっ子は私を屋上から落とすつもりね。りょうこさーん。で、こいつ誰ですか？知らねえ、うらこの友達っぽいよ。うらこ以上にうざいけどな。お前の方が100倍うざいけどな。うらこのためにカバン取ってやるんだってよ。ふーん。頼んだぜ、あれ。渡せ。はい。何に使うんですか、このもん。まあ、見てろ。靴取ってくるからさ、いじめっ子から少し離れて待っててよ。わかった、気をつけてね。で、取る。よし。おい、こっち見ろ。この大量の毛虫見えるか？ウラコにぶつける予定だったけどな、お前に投げることにしたよ。で？でじゃないわよ。この状況でよく平気でいられるわね。あ、リョウコさん、こいつ何か隠し持ってます。何？お、何今の？うわ、冷てえな。なんだこれ、飲み物か。もしかして、タコレモンサイダー？ちょっと、リョウコさん、毛虫を上に投げないでください。ギャーいやーあらかじめ振っておいた炭酸飲料をかけたことで意表をついた攻撃ができた。シューからもらった炭酸飲料がこんな形で役に立つなんて。あ、タコレモンサイダーがこんなところに本当に役に立つなんて。あ、同じこと言っちゃってごめんね。毛虫の毒にやられ、顔をパンパンに腫らせた二人は泣きながら逃げていった。毛虫にそんな毒あるんだ。知らんかったわ、俺。ザーマー天罰とでも言わせてもらおうか。はい、カバン取ってきたよ。あ、ありがとう。ああ、ちょっと、俺も取ってこようとしよったんよ。でも、ユーリが先に取ったけど、ちょっと俺はそんなに活躍してないみたいに見えるけど、俺も頑張った。ありがとうって言って、ありがとうって。すごかったよ。あのいじめっ子たちやっつけちゃうなんて。うん、やっつけたな。あ、でもちょっと俺も頑張ったよ。頑張ったけん、ちょっと、ありがとうって言ってくれんな。ありがとうって。怖くなかったの？怖くないと言えば嘘になるよ。でも怖いからって行動しないと変わらない現実もあるのよ。一歩を踏み出すことで、状況を変えることができるの。誰にでもね。うん？うん。一歩踏み出すこと？私、仲の良かった友達が転校しちゃってね。ずっと先に進めなかった。自分から友達を作ろうと前に踏み出せなかった。明日からは自分から変われるように頑張る。うん。あのいじめっ子たち仕返しとかしてこないかな。多分大丈夫よ。毛虫にやられたあんな顔じゃ学校にも来れないと思うわ。ああ、なるほど、そうっすね。顔がパンパンじゃかっこ悪いからね。ははは、多分明日は学校じゃなくて、整形、外科ってやつですか。整形外科に行くんじゃないですかね。ざまってやつですな。学校に戻ってくるときには卒業の時期かもね。あ、それうまい。それいいな。うん、卒業、今日が卒業なんですね。ケムシーにパンパンにやられて卒業とは、いい君。ちょっとかわいそうだね。でも、学校来るのが苦痛にならないのが嬉しい。ゆりちゃんのおかげだよ。本当にありがとう。あ、遅くなっちゃったね。朝木って何？あたし今日はもう帰らなきゃ。また会えるよね。この時代の私はまだ中学生じゃない。どうしよう。ここはあれっすね。やっぱあれなんですよね。会えるよって言ってあげてさ。まあ嘘でもいいけん、嘘も方便って言葉あるじゃないですか。会えるよって言ってあげて、まあ喜ばせてあげません。会えないと思う。やっぱりなんかそんな気はしてたんだ。でも私ゆりちゃんのこと絶対忘れないから。俺セーブしとって、後で会えるようなパターンやっておいた方が良かったパターンかな。やろうかな。展開変わるかもしれんな。彼女は手を振りながら帰っていった。私も元の場所に帰ろう。で、これは何だい？え？ああ。これで元の未来に戻るんだ。
過去に起こるはずの事件は回避された。それが未来に与える影響とは。はあ、文化祭の出し物決まらないね。お前それしか言わないな。なんかお前が出てきたら大体それしか言わないな。どういうことだ。ボキャブラリーが少ないのか。もっとテレビ見ろ。バラエティとかいいぞ。そんな簡単に決まったらこんな時間まで残らないで帰れるもんな。何のやるのが一番いいかな。お化け屋敷なんてどうだ。暑い時期にぴったりだ。今時お化け屋敷は流行らないよ。準備も大変だし。ああ噂話とかない時代になったんやな。そう言うと思ったぜ。となるとやっぱあれしかねえだろう。え、あれってシュウさん、もしかしてあれですか、競技か、なんかあれロッカーぶち壊しレース的な。一番最初にこのロッカーぶち壊した人が優勝です。優勝者には賞金があります的な。シュウさん、そういうんはちょっとあかんわ。そういうんがここが認めてくれんと思うわ。あれってコスプレ喫茶だろ。お前結構思春期真っただ中なんやな。ほら呆然としてるよ女の子。ああ、もう一人の女の子も呆然としてる。ええー、ってかね、見とるよ。なんだよこのまま。そして残念なものを見るような目が痛すぎる。シュウってそういうのが好きだったんだね。将来が心配だよ。将来が心配だよって言っちゃったよ。シュウはそんなにネットに関係してないのに、それでも、コスプレ喫茶ってつぶ言うただけで将来が心配って言われてしまうんじゃ。じゃあ、俺らネットの人間は何なんだ。将来が心配なところが将来がないって言われてもおかしくないのか。お前ちょっと、それはしずれやろう。嫌われたわね。かわいそうに。シュウの出した案、明日みんなに伝えておくね。ああ、伝えはするんや。伝えはな。ブーイングの嵐で、シュウのスポーツマン爽やかキャラもぶち壊したね。これが本当の、その幻想もぶち壊す。てか、スポーツマンキャラは分かるけど、爽やかなんやな。マジでシャラにならんからやめろよな。コスプレキッサー取り消すから。まあ、遅いやん。で、帰るんじゃ。コスプレキッサーが候補になったぐらいしか決まってないやろ。今日はもう暑いね。そこで飲み物買うか。おごってやるよ。何があるかな。これ3回目なんやけど、また選べる3回目。よし、レンカ。好きなの選んでいいぞ。あ、これ知っとるわ。これ、え？ところで、この広告は何だ？的なのが出てきた。んで、この、今冬って読むか、これ。なんで読むか知らんけど、冬発売予定、タコレモンサイダー。さっぱりと生具材、新時代の超炭酸。あれ？タコレモンサイダーまだ発売してない。やだ、こんな、誰がこんなの買うの、まずそう。私を助けてくれた飲み物なんだなんて言えない。確かにこんなに助けられたんやな。自動販売機の業者名、有限会社マジズーだぜ。いかにも名前だもんな。マズジュマズジュマズジュって言うたら出てくるよな、マズジュンって。ハズレ品はすごいまずいもんね。たまに当たりがあるよね、美味しいやつ。新商品買うときはそれが楽しいんだけどな。今日はハズレ品しか残ってないし帰ろうか。3人で学校から帰った。それじゃあまた明日ね。また明日な。また明日ね。お、これ、今回最終回のパターンか。3人はそれぞれの家に帰った。人間を、人間って呼んじゃったよ。これ普通に人間って読めばいいのに、人間って呼んじゃった。なんなんそれ。人間を救ったことにより、怨霊騒ぎは起きず、平和な日常が続くことになった。まだ発売されてないはずの飲み物が偶然手に入ったこと。私はまた未来の誰かに助けられていたのかもしれない。新しい未来、トゥルーエンド。
お、エンディング来ましたって、なんなんそれ。なんなん、なんでお鍋の中に入っとるような感じの絵なんだこれ。あ グーって思う。何やったっけ。ワッチングー的な、グー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 って誰だったっけ。そんなお笑い芸人おったな。もうピアノ弾いとる有利がどうでもよくなったレベルだったわ。で、いじめっ子二人、もうこいつらに関しては何も言うことない。ザンマーとしか言わないような。ん、なんこれ。何これ、黄色い矢印の場所だけって何ね今の。めっちゃ気になるんですけど。こりゃおまけばえセブンミスター。なんかセブンミスターは、まあいいか。はい、というわけで、なんかよう、なんかちょっと意味ありげなおまけ部屋への入り口かな、もしかしたらかもしれんところのルートがありましたね今。ということで、今回は最終回で、次はおまけ部屋行きたいと思います。というわけで、今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。週上げ。